内川さん、堀さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は3、1、4! まあまあプラス。まあまあプラス。内川さんはね、結構耐えた3でしたね。うん、まあ、どっち考えるとね。全然ラスでもおかしくなかったような感じだったので、うんうん、ほとんどですね、ちゃん、ずっと最後ダブナンドロドロなんかね、うん、上がれて、うんうん、8000上がって一気に、大きかったね、本当に、本当に、うんうん、意外と薄かったね、3枚しかなかった。いやもうね、あ、もう見た目で結構薄かった。そう、うん、見た目で6枚飛んでて、6枚で自分の手も含めて、だからもう次のレアパペンチーだなって思ってたら何のが先に出た感じだったので、何バック行くよりはまあ上がりやすいかなっていう感じで、うん、うんうん、ね、いや素晴らしかった。はい、はい、堀さんはテラボタトップ、はい、まあまあちょっとまあ、はい、あんまりすっきりしたトップではなかったけど、うん、まあやっぱりトップに変わりないんで、うんうん、すごい、トップはトップ、トップはトップということで、うん、まあ嬉しいですね、うん、はい、うん、まあ、こういうこともあるよねっていうね、いうん、うんうん、私もね似たようなことあったし、うん、横移動、横移動でなんか確かに勝ったりとかね、うん、俺も横移動でトップから2着になったことシーズンの初めの頃にあってたやつ、トップから2着目はよくあることじゃないですか。よくある。あ、逆ね、逆もらえるやつ、逆もらえるやつ、うん、そうね、もらえるやつはなかなかないですからね。そうそうそう、うん、ということで、はい、今日は順調に今週も、うん、ポイントを順調に増やして ね、うん、毎週プラス最近できてますもんね。ラスなし、ラスなし2、3、2、3、3、1、はい、素晴らしい、うんうん、素晴らしい。残りは32戦、はい、ついに3分の1に突入ですね。私10試合出れるかな。ちょっときついかも。ちょっときついかも。まあまあまあ、うん、じゃあ10、10、13、足りないわ。ちょっと足りないんだ。支部ゼロにしても足りないから。ちょっときつい。さすがに支部ゼロは俺申し訳ないから5でいいわ。5にしよう。おかしいおかしい、持ってるポイントだけ言うの。まあとりあえずね、2月の序盤の方で誰が抜けるか、団子三兄弟、そう、ね、やってもろて、やっぱ、まあ、最後 に、 長男になればね、俺の出番は一番上の人に譲るから、うん、一番上よ。うん、2月の前半はもう桜ナイツダービー開始だから、うん、MVP チャレンジ、うんうん、ある、全然まだあるから、一応監督には振り分けてもろて、うんうん、でもうスコア見て、いや今日は一番上の誰ださんでいきましょうって監督に俺が言って、いいんですか内川さんって。いやだから、まあ、一番上なんだけど無理よ。まあ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 、でもまあ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 、まだ32もあるから。自分ペースの話をさ、13はおかしいもん。だってさ、これさ、こっから3ラス引いて13週間出させられない。あ、そしたらもうあの春休みでいいです。早めの春休み。休み、じゃあ俺も一緒に春休み。それはもう春休み。そこまでは。そしたらもう全然2人で行ってもらってしてると。あ、でもそろそろ8巻き来週あったら用意してこいと。応援団長、応援団長、うん、はい、はい、ということで、うん、今日も、まあ、今週も、まあ、プラスで終わりられたんで、はい、また来週もよろしくお願いします。はい、お願いします。またチャンネル登録と高評価もお願いします。